危ない。これどかしても大丈夫ですか？大丈夫です。Producer。はい。あっちの机の向こう側あたりに座ってください。Of Ustream producer. Of Ustream producer. Demonstration of Ustream producer. Okay. 配信だけ始めてます。録画はまだ始めてないです。This is a demonstration of Ustream producer. This is a demonstration of Ustream producer. My car won't change. This is a demonstration of Ustream producer. ちょっとダメです。みんなゴヨゴヨ話しながら、っていうのをなんか中継されるのためだから。人は聞くぐらい。あ、そんなのと思ったら、おかしいね。ええ、ちゃんとね、練習ですから。何の練習ですか？尋問。尋問。何、悪いことすんの？This is a demonstration of Ustream producer. 映ってる。さっき指さしたんですけど。あ、動いた。あれ？遅れてる。だいぶ遅れてる。面白い。だいぶ指さしましたね。だいぶ後でしたわ。はい。A Ustream producer.
皆様心の準備はよろしいでしょうか。じゃあ録画を開始しますね。姿勢良くしないと。姿勢良くしないと。じゃあ録画開始します。あ、いいよ。いいですよ。不安になった。携帯持てたら安心なの。なんかやっぱ分かんないときにさ調べられる。はい、じゃあ配信を始めてますけど、録画を始めます。配信は始まってます。そうそう、はい、じゃあデモンストレーション of Ustream producer。 すべての仕切る。はい、始まりました、AMR のサーチ4、今回は、センスオブタッチ、9月14日から本日19日まで、AMR と、隣のカプセルの方で展示をしてくれていた、名古屋芸大の6人の作家さんをお迎えしてトークセッションを行いたいと思います。じゃあとりあえずその名前を This is a demonstration of Ustream producer。 お願いできますか。じゃあはい、名前と、まあ、簡単な作品が今回出品した作品がどれかとか、名古屋芸術大学4年生の注目者です。カメラ、まあ一応カメラこっちで話しやすいよ。This is a demonstration of Ustream producer。 名芸の同時代表現2年の近藤優子です。今日あの雑草というか植物というかを使って合う野菜画をしています。よろしくお願いします。名古屋芸術大学卒業生の島口茜です。今回は油絵を3点とろけるというタイトルと This is a demonstration of Ustream producer。 名芸を卒業した加藤由香です。出している作品は貝の油彩とあと貝のドリング。名古屋芸術大学の4年の及田雅子です。食をテーマとした作品を制作していて、今回は煮干しの作品を出展しました。名古屋芸術大学の桑田香奈です。This is a demonstration of Ustream producer。 2枚展示しました。普段もなんか物を見て描いています。今回の展示は、どういうきっかけで、まあ、ここに書いてあるから多分わかるけど、ちょっと書いてない、書いてその見れない人のためになんかどういう感じの企画なのかって教えてきますか。誰が This is a demonstration of Ustream producer。 教授です。This is a demonstration of Ustream producer。 っていう人たちから一応ピックアップというか選んで先生からメンバーを集めて、でこういう展示がありしませんかっていうお誘いを声をかけてくださって、でやりたいっていうふうに人たちの集まって展示をするっていう。 This is a demonstration of Ustream producer。 はい、今回こういう企画が始まります。結構
て、実際あるものを見て絵を描いてる人たちが集まって展示を今回企画したっていうこと。そうですね、先生は一応そういうくくりで人を拾ってきてくれて、でその具体的にどうやって展示するかっていうのはみんなで決めてっていう感じになって、でみんなで集まってお話しして、 This is a demonstration of Ustream producer。This is a demonstration of Ustream producer。まあ、基本的にこの6人がこういう形で集まるっていうのは今回が初めてですよね。初めましてっていうような。じゃあ学年も This is a demonstration of Ustream producer。Demonstration of Ustream producer。で一番年上の人から。Of Ustream producer。 何月生まれ？じゃあ7のが。そうなんだって。というわけで加藤さんから。じゃあ加藤さんの絵をちょっと表示しながら話してもらおうかな。後ろの方に多分時間差で。時間差で。これ違うわ。これじゃなくて、あれ加藤さん。This is a demonstration of Ustream producer。これはどういう。とりあえずこれはどういう作品ですか。This is a demonstration of Ustream producer。 素材は油彩と、すみません、油絵の方は、素材は油彩と、あとテンペラです、パネルの上に白亜紙、その上に油彩テンペラの作品です。もともとずっとこういう貝とかを描いてるんですか。生物。This is a demonstration of Ustream producer。じゃあ特に貝とかそういうなんか海系に限ったとかっていうわけではなくって、そうですね。たまたま今回は貝だったという感じですか。売ってて面白いようなものっていう感覚で、This is a demonstration of Ustream producer。 なんか結構デッサンしっかりして、もう本番になったらすごい薄い塗りでこう一発一発決めていくような絵の印象を受けたんだけど、
探っていく作業とかあるんですか、その制作の中で。最初に何かモチーフがあるときは、まず最初に油絵に行くことは少なくて、まずは鉛筆とか、なんか修正が効くものとか、もう少し。This is a demonstration of Ustream producer. を触って慣れるところから始めますね。今回の作品で回を選んだ理由とかって何か、その回に思い入れがあるとか、なんか海に行った時に拾った回とか、そういう。This is a demonstration of Ustream producer. なんか感じさせるものがあった、まあ、あるように感じたんですけど、何か特別にストーリーを作るとかっていうこと感覚ではないですね。ものを選んだのは、前から描いた絵の延長で、扱っているっていうことが一つと、あともう一つは、クモの巣とか貝を選ぶのは、私の This is a demonstration of Ustream producer. の、現れだとは思うんですけど、ストーリーではないと思ってます。その貝っていうのは、自分が持ってる貝だった、それともいろいろなんか、実はこう生態上ありえない貝とか、生物学上存在しない貝とかも混じったりとかはあったりするんですか？持ってるものも。This is a demonstration of Ustream producer. 内から出てきた、まあ、絵の中でしかいないような貝もいるってことですか？いろんな、私が描いてない絵の中にいる貝もたくさんあって、ね、そのいろんな貝たちの私が見た集積みたいな。This is a demonstration of Ustream producer. あれって結構、なんか生物学上かなり正確に書いてあって、学者が見たら貝の種類を特定できるらしいのね。で、それがなんとなく浮かんできて、なんかその多分書き方も結構油絵ごてごての仲間ごっことか、なんかそういうタイプじゃなくて、結構薄塗りの、まあ、なんか日本画にちょっと近いような書き方で、そこはちょっとダブってたんで、This is a demonstration of Ustream producer. なんかいろんな持ってる貝も、今まで絵で見た貝も、本で見た貝も、全部自分の中でごちゃごちゃに。ごちゃごちゃじゃないです。ごちゃごちゃ。忘れちゃってるよね。そんな強度はないよな。This is a demonstration of Ustream producer. 空間を仕切る線とかの要素の一つみたいなイメージの方が強い。気になったのなんか、はい、入り口入るなんか手前の、まだちょっと書きかけなのかな、もうタイトルがなんか、 This is a demonstration of Ustream producer. なんか不思議なタイトルだったけど、はい、あれはどういう意図が意図というか、なんか思いとかなんかあったんですか？なんかあれは今私が好きな短歌とか俳句とかが好きなので、そこから一ついただきました。This is a demonstration of Ustream producer. なんか、縁っていうのが続いてて、なんかそれが、そう、いいと
口から永遠と口から永遠と口から力をください。力がひらがなで使い続けて、で漢字で永遠、まあ、永久の永遠を解く、まあ、解くっていうのは This is a demonstration of Ustream producer。 力をくださいみたいなことが漢字で書いてあるタイトルで、はい、じゃあそれはどこかからの引用とかで、ね、その詩を読んで何か感じたこととかって、あの絵には出てきてるんですか。でも、なんだろう、ひとくくりにすると変ですけど、なんか、This is a demonstration of Ustream producer。 書いてる人に分かるっていう感覚になる人っていないのかなって、ちょっと思ったり、なんか本当のことが知りたいっていうか、表現する人の中にそういう感覚を強く持ってる人はいるんじゃないかなっていう勝手なイメージですけど、まあ、それはなんか私が多分 This is a demonstration of Ustream producer。 学問的な意味合いで学ぶよりもっと前にあるなんか芸術に対する感覚みたいなものに人間って言葉で近づいて近いのかなって。ストーリーとかよりも私が気にしてるのは言葉の響きとか文体とか、なんかそういうものがこう。 This is a demonstration of Ustream producer。 あれもなんか形式がちゃんとあって、その中に自分の叙情性も現れててっていう、そういうあり方みたいなのって、なんか表現するっていうことも頭といろいろつながってるなっていうのを読んでて、なのでそれでちょっと話しました。なるほど。放送事故になるぞ。アビューストリームプロデューサー。いや、前川君だね。僕が喋れない。結構泣いてる。いや、今は休ませようと思っているので。 This is a demonstration of Ustream producer。 それとも手とかなんか身体的な休息ってことだと。なんか住むことで豊かになることってありますよね、きっと。うん、なんかなんて言ったらいい、インプットみたいなことなんですかね。なんかそういう感覚に。 This is a demonstration of Ustream producer。 ずっと続けていきたいから、ちょっとインプットするタイミング。そうですね、アウトプットをすごいする時期じゃないなっていう意識はある。あ、っていう方が強くて。そのまま一生閉じないように。それは絶対ない。じゃあ大丈夫。はい。じゃあ次の作家に。This is a demonstration of Ustream producer。 どんどんカメラ目線で大丈夫ですよ。はい、とろけるという作品を2つと、キャンディーの絵を1枚描いた島口と言います。この白いやつが入ってるのがキャンディー。そうです。 Ustream producer。 この2つがとろけるという作品ですね。はい、はい。どれも油絵で
ぐらいのキャンバスは朝とかが。This is a demonstration of Ustream producer. あまり筆跡とかを残したくないっていう部分ですとか、絵の具のその染み込み具合というか、ちょっと吸収具合とかがちょっとメンプの方が自分に合っているかなっていうことで、大学の4年生の後半ぐらいからずっとメンプで書いてます。ただちょっと皆さんみたいにパネルから作ってるとか、あの白亜紙自分で作ったりっていうようなことは、まあ、せずに。 This is a demonstration of Ustream producer. やっています。はい、メンプとかも最初から塗ってあるのを、白亜紙塗ってあるのをそのままキャンバスに貼って書いてます。キャンディーと溶けるっていうゼリー、あの黒い背景の方のものは、ババロアを描いてます。あのリング状になって、This is a demonstration of Ustream producer. 入っているババロアがあったんですけど、それを、まあ、ちょっとたまたまお店で見かけました、まあ、ちょっと知ったっていうのもあるんですけど、ちょっと見て、ちょっとずっと描きたいなっていうのを思っていて、それで、あのちょっと高いんですけど、一回ボールで買って、はい、写真を撮って、どのくらいの大きさに、あ、でもいつも写真のどのくらいの大きさか、このぐらい、demonstration of Ustream producer、結構大きい。結構大きいです。結構大きい、ね、でもすごい柔らかくて持って帰ったら潰れちゃって、それ潰れたやつを写真撮ったの。そうです、ちょっと直して、でもちょっとひびがこう入ってるんですけど、それもなんかちょっとこう屈折的に使えるなって思ったので、まあ、そこをちょっとプラスに、あの考えて気をつけよう、気をつけよう。もう一つは、あの This is a demonstration of Ustream producer. 紅茶とかアイスティーとかに紅茶が入ってる、氷とか紅茶の色味とかの部分をちょっとイメージして、あのこれは結構具体的な写真がなくて、そうですね、紅茶みたいなものとかちょっと組み合わせで入って、初めてあんまりやらないことなんですけど、今回ちょっと This is a demonstration of Ustream producer、まあ、ところが強いものが、まあ、これなんです。ちょっとキャンディの作品だけ、あの古い作品で、これだけあの大学 の、 あの4年の時に書いてたものをちょっと今回出してきたんですけど、一応だんだんちょっと抽象性が強まって、自分の中で強まってるかなっていう意味も込めて、まあ並びとかも、展示の並びとかは一応だんだん抽象的に。 This is a demonstration of Ustream producer. はこっちゃんのみたいな、やっぱりその重厚感とか艶っぽさっていうのはずっと表現したいって思っている部分でもあるんですけど、やっぱりそのモチーフが何かっていうのが明確になってしまう。 This is a demonstration of Ustream producer. やっぱりそれのイメージが随分強く出てしまうというか、まあ、私はその例えば今回のババロアとかキャンディとか書いてるんですけど、でもなんていうかババロアが描きたいとかキャンディーが描きたいっていうよりは、その持ってるものの表情というか透明感だとか艶っぽさとか、そういうものをどっちかっていうとその重点的に描きたいっていう理由で、This is a demonstration of Ustream producer。なんていうかあんまりその性が強すぎると、やっぱりみんな透明感とかを見るよりもすごい上手にキャンディーがかけてるねとか、あこれババロアなんだとか、ちょっとそういうどっちかっていうと見てる人にはなんか何が書いてあるのかなっていうのを想像させたいというか。
This is a demonstration of Ustream Producer. これを書いてるんだなっていう思考を停止させるじゃないですけど、ちょっとそういうのがちょっと 怖いなというか、なんかいろんな人それぞれのなんか受け取り方があるような作品をちょっと作りたいなというふうにだんだん思うようになってきたので、ちょっとモチーフがThis is a demonstration of Ustream Producer. チンチとかで、まあ、引っ掛けながら、まあ、モチーフ自体がきっかけみたいなものにして、でもなんか、まあ、キッチとかそういう、まあ、海外的な要素で、まあ、キャンディーからかもしれないんだけど、その結構、まあ、キッチでもの、キッチを見せつつもなんか一応核となるのは、まあ、キャンディーだったりとか、そのまあ、バロアだったりみたいなことをちょっとその作品を見てて、 This is a demonstration of Ustream Producer. 何かバロアが好きでも、バロア自体描いてるとか、ずっとお菓子を描き続けてるとかわけじゃなくて、結構気になるものをチョイスして、そうですね、で、まあ、海外的な何か要素で、まあ、画面上で再構成するみたいなことを、まあ、そうですね。ただどうしてもなんかそのツヤツヤとかとろけるような表情が好きなので、そうするとなんか今のとこ結構 This is a demonstration of Ustream Producer. そういうのが多いっていうのはあるので、そこをもう少し今後いろいろ見つけていきたいなっていうのがちょっとあるんですけど、今のところはそのツヤっぽさっていうのはいわゆる実際の何かそういうババロアだったりっていうのを撮った写真とか、何かそういう参考的な、まあ、実物のその具象的な参照する元が基本的には今はある。This is a demonstration of Ustream Producer. その参照するものがいわゆる現実にその自分の目で見たものではないものになる可能性ってのはあるんですか？その艶っぽさっていう絵画表現だけに純化される可能性っていうのは、ああそうですね、ありますね、あります、やっぱりまあその参考にしてる、うん、あのものっていうのは、うん、もちろんずっと This is a demonstration of Ustream Producer.This is a demonstration of Ustream Producer. うん、今後展開としてはそういう方向に向かってくる感じ。本当は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 本当This is a demonstration of Ustream Producer. この調子でいくと永遠と終わんないから。はい。じゃあ次の方に。エラーは見たことでやってる。This
is a demonstration of Ustream producer. それとあとわらばんしに筆着人間が言うあの帰りの日の記憶っていう絵の3点を出したんですけど、今回はその展示、今回展示するっていうことで、どういうものを展示しようっていうのをちょっと周りを見て。This is a demonstration of Ustream producer. 今回はちょっと変形キャンパス、自分でキャンパスを作って、で縦長のキャンパスを作って、本当は2対にする予定だったんですけど、ちょっと予定変更して1対縦長の作品を新作として出して、でそれと2012年でちょっと自分なりにシリーズが始まって、植物を描くシリーズが始まった頃の作品とちょっとやってる行為っていうのが通じるかなっていう。This is a demonstration of Ustream producer. いるけどっていうことを自分の中でも比較したいという、あと自分のその組み合わせ的にこれとこれが通じてるかなっていうものを2点選んで、今回展示させてもらいました。では厚塗りの夏草の方が古い。夏草入って左手。大高緑地の。This is a demonstration of Ustream producer。2012年なんですけど、ちょうど植物っていうか雑草っていうものに魅力を感じて、これを作品のモチーフというか描くためのきっかけっていう扱いとして。使って描こうって思った3作目ぐらいの作品なんですね。で、今年もう展示始まる。This is a demonstration of Ustream producer. 2日間で乾かすぐらい。でも一番最新作はちっちゃいワルバンチに書いてあった妖精みたいなやつなんですけど、あれは2点ね、今回ちょっとやっぱ頭に引っ掛けてるのはなんか、モチーフというか現実にあるものなんか リアルさなのかなとか。 This is a demonstration of Ustream producer. あると思うんですけど、そういうものを突き詰めてるのかなと、なんとなくなんかそういう引っ掛かりが自分の中で勝手にみんなの作品を見て解釈してじゃあなんかその中で自分の中のリアル的なものって何なのかなっていうのを考えた結果、ちょっと一個なんか副産物的なものが出てきて、それでちょっとこれも差し This is a demonstration of Ustream producer. ちょっと妖精聞いてもいいですか。はい、妖精がリアル、なんかそれはちょっと妖精がリアルなんて、なんかこれ一応妖精さんで一応説明をしてて、そういうのがなんか見えちゃうのとかそういうことじゃなくて多分なんかで、なんか人体とかそういうものにも草っていうのに手を出す前から興味もあって、一番最初に描くモチーフとして選んでたのは自分の体を触覚的に。This is a demonstration of Ustream producer. 形を作るっていうことをしてて。でなんか人の形、本当の正しい形とか、なんか人間の形っていうものにちょっとは正しいのかなとか、なんでしょうね、ちょっといろいろ正しい形っていうワードにすごい引っかかりを捉えてて、でそれをまあぼやってぼやかしたものです。 This is a demonstration of Ustream producer. 妖精さんがリアルか、人体、なんか妖精さんっていうか人の形を一応しているんですけど、まあそれでいろいろなんか別のこともちらってやってたりしてたんですけど、今回なんかそういうのを描いてみたのは、なんか中の人間の感情とか、なんかそういう、まあ、あれ帰りの日の記憶なんで、自分が
学校の帰りに This is a demonstration of Ustream producer. 体の動かし動作とか、感情とか感覚とか見た景色とかそういうので感じたものを擬人化してみたみたいな絵にしてみました。どちらかといえばなんか漫画的なものとかそういうものに近い。でもそれはまた別のものきっかけがあって、あのなんかあれを絵として結構落書きとかひたすら結構 This is a demonstration of Ustream producer. それをなんかこれで出すぞっていう風に展示に出すっていうのはあの考えてなかったんですけど、なんか抜きというか遊び心とかそういうのが大もうなんか大事なセンスの要素なんだっていうことを思って、それは知り上がりことぶきさんっていう漫画があって、あれがすごいちょっと先生に勧めて読んでなんかすげえってなってめちゃくちゃ上手い。This is a demonstration of Ustream producer. だけどやっぱ上手いよなこの人みたいな、いろいろセミゲーなんかショック受けて、感動して、でなんかでもこういう要素自分にもあるでなって。This is a demonstration of Ustream producer. また別で油絵の具を描く上では。なんかそういうのがちょっと自分の中にいろいろ整ってないと描けない、手を出しにくくて素材的にその整ってないから描くモチーフがそうですね、モチーフとあのこういうものこういうこのモチーフを使うとしてもこういう要素を取り上げて This is a demonstration of Ustream producer. そこで作っていくか段階が自分の中でちょっと油絵の上で作品作るのが必要でして、でそうすると今ちょっと執着というかで、そこから始めていろいろ発生していってるのがあの雑草っていうモチーフ、あと違うんですよ要素が。This is a demonstration of Ustream producer. This is a demonstration of Ustream producer. そういうものをからさあ何作ろうっていう発生させていく感じで描いて、大体はあの生キャンじゃなくてあの下地を白アジとかエマルジョンに作って、でそこからあのちょっと有色地にしてみたりとかして描いていってるんですけど、今回はあの2012年にその生キャンに2番塗ってっていうことをもうそこからすっぱりやめてて、で今回それにちょっとやってみたっていう。This is a demonstration of Ustream producer. で行為はだから一緒かな、その共通素材の共通点なのかな、モチーフはなんか別だったりとか、モチーフはあれは実際にある風景を写真か何かで撮りに行くして、あなんか自分の中で当たり前になりすぎてて省きまくってたんですけど、そうですね、あの雑草を使っていることっていうのはもうなんかもうそこから何年も続けてることで、This is a demonstration of Ustream producer.
This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. Ha ha ha!
This is a demonstration of Ustream producer. なんかまたそれとも今回なんかまた違うものも今今回ちょっと新しく自分の中で発見の作品だったりとかあのその熱意っていうのを実現させてでそれとはまた別のものも実は作っているんでやってっていう感じでもうちょっとなんか本番で実験して結果を見るみたいなのを繰り返しを This is a demonstration of Ustream producer. その素材使って結構いくらでもまだ出てくるんで。そういうなんか、はい、でもまた何か置いてきます。はい。以上です。すいませんでした。なんか早しゃべりすぎ。This is a demonstration of Ustream producer. 私が今回出したのは朝に白亜寺でスタジオに行ってあの人物画を描いてるんですけどもともと人物画をよくずっと描いてて最近あの This is a demonstration of Ustream producer. 夢の世界っていうのにちょっと興味があってで夢の中で見た風景とかをそのままあの描いてたんですけどなんであの写実かって言われるとちょっと微妙なんですけど自分の中では見た風景をそのまま描いてるっていう作品を描いててで最近それがそもそも寝てる人を描いたりとか、その寝具を描いたり、シーツとか、パジャマを描いたりっていうのが。This is a demonstration of Ustream producer. 去年ぐらいなんですけど、で今回はあのちょっと寝てる人とかではないんですけど、あのちょっと波みたいなシーツを描いてみたりとか、その人物が一応パジャマを着てるっていう。背景のその白っぽいところはシーツ。これは違うんですけど。This is a demonstration of Ustream producer. 青っぽいところがシーツ。で、パジャマを着ていると。ちょっとあの海っていうイメージで後ろにぼんやりボートみたいなのも書いてあるんですけど。と全然ちょっと違う海じゃなくて This is a demonstration of Ustream producer. それにボートとかも書いてあってそれをちょっと残しつつって感じで。結構じゃあこの展開は新しい展開だったりするその夢とか寝具っていう意味ではなくそのパジャマ着てる人物が書いてあるっていうのは映してるかもしれないけど。めっちゃ目開いてるし寝てるわけじゃない人がいるのはちょっと具象的になってきたのが This is a demonstration of Ustream producer とあの下にある絵を残してちょっと汚い感じなんかあの下にある絵を残すなんか下には別の絵が描いてるほんとちょっと違う絵だったんですけどそれを残してその上に描くっていうのは共通してます今までもそういう技法を使って、HDMI の写真とかの出てる。This is a demonstration of Ustream producer. これはなかったかもしれない。これはない。じゃあ、なかった。立ってしまったのは妻のことで、いらないと、その上にまた別の文字が。その夢を描いていてそこからなんかその実際夢寝てる人みたいな
This is a demonstration of Ustream producer. シンクとかから行ったりして、今回、あとなんかちょっと飛躍が進んできやすい感じだったんですけど、そのきっかけとかって何かあったんですか？寝てる人を、描くっていうよりか、また夢の世界を描くっていうのにちょっと戻ってきた感じかもしれない。This is a demonstration of Ustream producer. This is a demonstration of Ustream producer.This 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 is a demonstration of Ustream producer.そう通して、うん
This is a demonstration of Ustream producer. じゃあそもそもなんで夢に興味が向いたのか。ちょっとすごい取り留めない話になっちゃうんですけど、夢は夢で見る光景って自分の中ではすごい普通なんですけど、他の人から見たらなんか全然おかしいことだったりとか、例えば今私たちが This is a demonstration of Ustream producer。昔の例えば江戸時代の人とかがその夢をもし見たら全然なんだこの道具はみたいなことになると思うんですけど、でも私たちからしたら普通の、まあ、よく出てくるだろうなみたいな、そういう感覚がちょっと面白いなと思って、夢の中にいるとなんか夢だと気づかないとなんか。This is a demonstration of Ustream producer。明晰夢。明晰夢にちょっと近いよ。こういう方が楽しいから持ってこうみたいな。寝ながらこう考えてエンディングに向けて。のが好きで、ずっと寝てたりするんですけど、なんでちょっとやっぱ身近だからですかね。This is a demonstration of Ustream producer。This is a demonstration of Ustream producer. This is a demonstration of Ustream producer.This is a demonstration of Ustream producer.This is a demonstration of Ustream producer.This is a demonstration of Ustream producer.だんだんおつやみたいになってきたね。
前川くんがテンション高めで話しますか。じゃあ次の。This is a demonstration of Ustream producer. This is a demonstration of Ustream producer.This 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 is a demonstration of Ustream producer.
This is a demonstration of Ustream Producer. リボンが巻きついてるような感じの絵が描いてあって、でそれも This is a demonstration of Ustream Producer。 このサイズのやつは、はい、あ、もう一回ですか、聞き取れます、あ、いやあ、これは多分体の脇、肋骨脇のところです。ここが腕の部分で、ここは肋骨で、ここ胸になって人体描いてある、人体、そう、人体が描いてあって、 This is a demonstration of Ustream Producer。 ちょっと、今回、それでもなんか別に抽象ってわけじゃ全然なくて、近くで見ないと分かんないぐらいの感じで描いてあるので、写真で撮ると抽象みたいになっちゃってるんですけど、それもリボンが描いて、リボンと人体が描いてあって、でリボンがすごい好きで、リボンが好きって可愛いから好きとかじゃなくて、リボン この裏返る感じとかが好きで、なんか This is a demonstration of Ustream Producer。This is a demonstration of Ustream Producer。完成してないんだ。完成してなくて、ひとまずこれはこの絵は休憩中っていうので、あ、休憩、ちょっと行き詰まっちゃったのがあって、どれくらいのサイズなんですか、これは F55 This is a demonstration of Ustream Producer。しないですよね、これからだと。これはしないけど、それがあると、そのちょっとユリが、多分色味がなんかちょっとその緑っぽさが、だから、まあ、もしかしたら同じ作者なのかなって思ったんだけど、なんかその色味の緑とかって結構使ったりとか。最近たまたまかぶっちゃっただけで、どっちかっていうと黄色とかの方が好きで。This is a demonstration of Ustream Producer。この色ばっかの絵っていう感じではないです。この色を、緑系しか描いてないっていうわけでもないです。今は冬瓜が、冬瓜です、冬の売り、冬瓜がスーパーで売ってて、冬瓜、This is a demonstration of Ustream Producer。 なんか綺麗で可愛かったので、それを描こうと思ってて、でもう一個は梨がうちにあって、梨がなんか黄金みたいに綺麗だったので、これも描きたいと思って、今その2つを描きたいなって思ってます。もう冬瓜は、もうすぐ買いました。スーパー行って可愛かったので買って、冬瓜は冬越せるぐらい長持ちするので、This is a demonstration of Ustream Producer。 涼しいとこに置いてあって、梨はリビングのテーブルの上に置いてあるので、まだ大丈夫です。言いました、食べないでねって。その2つをまた描きたいなと思ってて、油絵で描くか、また鉛筆で描くか、どっちにしようか迷ってるんだけど、鉛筆と油は独立しているもの、それとも鉛筆でさ、
This is a demonstration of Ustream producer. あ、っていう感じではないんですよ。はい、なんかもう鉛筆はもう鉛筆の作品で、油絵は油絵の作品っていう感じで、なんか今回のテーマがこう、対になってるような感じに見えたと思うんですけど、なんか全然そんな気なくて、逆に対に見えちゃうと、対じゃないってはっきり言えないことはないですけど、でも対な気はないので、なんかすごい関係性があるっていうわけではないです。This is a demonstration of Ustream producer. This is a demonstration of Ustream producer. そうです。なんか、あとはちょっとずつ、ほんのちょっとトーンを変えることで、その、なんか、形を表現できるのが、すごい綺麗に描けて、すごく楽しいので、なんか、力強くピッと描いちゃうと、ちょっと私の描きたいやり方になるので、本当にちょっとずつちょっとずつトーンを変えていって、欲しい点で、あとトーンで描いていくっていう感じで、作品をこれからも作っていきたいなって。This is a demonstration of Ustream producer. え、実はその DM の絵描いてるときはなんかすごい迷ってたときで、なんか描いても基本描きたい対象があって描くんですけど、描きたい対象を描いちゃうと、もう他の部分をどうしようっていう感じになっちゃって描けなくなっちゃってたので、なんかそれももう途中で中途半端で終わっちゃったっていう気持ちだったんですけど、なので、その絵がたまたま淡い感じなんですけど、This is a demonstration of Ustream producer. そうなっちゃっていただけるので、まだ中途半端です。長いので、今回のユリは1ヶ月を描いてて、1ヶ月でも、まあ、もうちょっと描けたかなって思うので、まあ、納得するまでっていう感じになって。This is a demonstration of Ustream producer. 大きさによっては、今回はすごい F65 ぐらいの小さいサイズだったので、1ヶ月だったんですけど、大きいともう多分半年とか、それぐらいになると思います。とうがんで半年とかになると思います。This is a demonstration of Ustream producer. あ、わけじゃなくて、なんか一番大事にしてるのは自分が楽しく描けるっていうことで、はい、なんかこうなんかあんま伝えたい、なんかなんて言ったらいいかよくわかんないですけど、とにかく楽しく描くっていうのを大事にしてて、描きながら綺麗に描けたらその時点でなんか楽しかったりもするんですけど、やっぱりなんか変なこと考えちゃうとつまんなくなっちゃうので、上手に描こうとか、なんか人からどうするかなって思っちゃうと、もう描いてて嫌になっちゃうだけなので、そういうのをなるべく考えないようにして、でもとにかく楽しい気持ちを継続して描くっていうのをすごい大事にしてます。伝わりました。じゃあやっぱり描きたいとこだけ描けばいいんじゃないか。でもそうすると絵として中途半端になっちゃって自分として楽しくなくて結果的に絵って完成の絵っての一緒とかは何か考えるんだ。 This is a demonstration of Ustream producer. できてるものも何か美しい、楽しくあってほしいみたいな。はい、なんか綺麗で自分が綺麗だと自分が納得できたような出来であってほしいので、なので描くこともめっちゃすごく大事で、出来た絵が自分でも気に入ってるっていうのも大事っていう、そういう感じです。逆に自分が全然気に入ってないけど他人がすごいいいって言われるのはそんなに気持ちよくない？よくないですね、うん、なんか
This is a demonstration of Ustream producer. あでも逆に自分を疑っちゃう。なんかその人を疑うんじゃなくて。でも、あでも明らかに良くなかったら、うん、あそういう意見もあるんだなって思うだけです。うんうん、あとなんか書けるのがすごい楽しくて嬉しいんで、なんか書けるっていうこと自体が。This is a demonstration of Ustream producer. もうそれで楽しいっていう感じです。あ、そうですね。冬瓜を今考えているのが、その冬瓜がつぶつぶ、その表面の皮がつぶつぶだらけなんで、つぶつぶ全部取ろうかなって思うんですけど、手痛めそうだな。すごい時間がかかりそうね。でもそのなんか冬瓜を自分が最初に見た時の印象通り綺麗に描けたら嬉しいなって思います。This is a demonstration of Ustream producer. あ、はい、そんな感じです。はい。伝わりました。じゃあ50号はとりあえず落ち。50号はちょっと今回どうしようかなと思って、今回のユリがなんか2年ぶりに。今回の油絵のユリが2年ぶりに自分としては完成できたって思ったので、ちょっとなんかもしかしたらこの DM でもなんか進めれるかなって気もするんですけど、まあ進めてないかも。This is a demonstration of Ustream producer. あ、それはないです。裏返してもらじゃあ大トリをお願いします。今回の作品は煮干し山という作品を。 This is a demonstration of Ustream producer. 2つ展示したんですけど、1つが平面の作品で、S85 に煮干しの山の平面の絵画と、あともう一つ実際に本物の煮干しで作った煮干しの立体物です。This is a demonstration of Ustream producer. そうですね。実はあれは2号機。で、初号機はちょっとかわいそうなことになっちゃったんですけど、あ、そうですね、ちょっと煮干しを甘んじていて、ちょっとあんなにカピカピなのに食べると思って最初はその初号機ちゃんを描いてたんですけど、で、1週間経つとふわふわの白い毛が生えてて雪山のようになっちゃってちょっと見ない間にすごい残念なことに。でも匂いとかは普通で、でも本当にそんな感じになってしまって、ちょっと放置してたんですけど、ちょっとだんだん上の方は黄色い色がついて、下の方は緑色の色がついて、2色のカビが出てきてで、そこからちょっとこれは描くのは困難だなと思い、 2号が登場したんですけど、平面に描かれているのは、なので初号機の This is a demonstration of Ustream producer. あ、そうですね、はい、2号機は後々平面を作ってから、あ、平面を完成してから制作。なんで今回それを一緒に提示したの？この作品を作ったきっかけが、片岡玉子展を見に行って、その富士の山の絵を見た時に、うん、
に This is a demonstration of Ustream producer. お魚がいるっていうのに気づいて、その気づいてそのことをこれ誰かに伝えたいなっていうのがあって、そこから作品を作ろうと思って作り始めて、でだんだん平面作品で作ろうっていうのは平面作品を見て感じたので、平面作品で作品を落としたいなと思って作品書いていって、でだんだん書いているうちに少し This is a demonstration of Ustream producer. 煮干しから煮干しとこのでっかい小さい煮干しからこのでっかい平面作品が生まれたっていうことをちょっと自分の中では感動したというか、元が小さいのにこうなったっていうの 大きく生まれ変わったっていうのをちょっと もっと出したいなと思って。This is a demonstration of Ustream producer. 一回ダメになったのをもう一回作ったっていう。This is a demonstration of Ustream producer. Demonstration of Ustream producer. ヒントがちょっとほぼ答えだったっていうのがちょっと問題がちょっと失敗しましたね。ちょっと展示方法に失敗をしました。これはちょっと学びました。シシャモとかでやってみる。大きい魚とかさ。This is a demonstration of Ustream producer. This is a demonstration of Ustream producer. あと、ご飯の山の絵が、そうですね、小さいものが、と、小さいもので、の、ちょっとつながるところはあるかなと思います。まあ、ご飯は、普通の状態。あ、そうです。ご飯は茶碗にもらえたご飯。This is a demonstration of Ustream producer. 魚ですね、最初。で、そこから魚の図鑑とか、あとスーパーとかで見たときに、煮干しの頭の部分だけがキラキラ光ってて、その部分がすごい山の上のキラキラ光ってる部分と、自分の中ではこれだというのを見つけて、そこから煮干しになりました。This is a demonstration of Ustream producer. 展示するまで煮干しは好きでもなかった。顔があってよく見ると、あ、この
This is a demonstration of Ustream producer. 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 Ustream producer. This is a demonstration of Ustream producer. このくらいの袋に入ってたで、あの 100匹も入ってたからちょっと数は分かんないんですけど、一袋の半分からそうですね。じゃあ半分です。This is a demonstration of Ustream producer. あ、半分からさらに襟ぐるいね。This is a demonstration of Ustream producer. Demonstration of Ustream producer.
This is a demonstration of Ustream Producer. そうですね、2号機がダメになってたら3号機をまた1から作り始める。3号機いるの？もし今後書くのであれば3号機にどんどん遺伝子を受け継いでいってもらえる。でもやっぱり書くとなるとやっぱり物が必要。あ、物が欲しいです、私は。それは何で？ This is a demonstration of Ustream Producer. やっぱりさ、そのかびちゃったやつは雪山に見えたけど、それはやっぱ描きたくないっていうのがあるわけじゃん、はい、そのかびた雪山に見えるものはそこにあるんだけど、はい、それはダメで、やっぱりその頭の中にあるイメージだけの煮干しの山をなんとかしてものにしようとして、さらにまたそれを平面のイメージに戻すっていう、なんか2点3点デモンストレーションオブユーストリームプロデューサー、なんだろう、偶然出てきた山みたいなイメージは絵にはできなくて、もともと自分の頭の中にあるイメージを一回物にして、またもう一回イメージに戻していくっていう、なんかそこはなんとなく自分ではどう考えてますか？This is a demonstration of Ustream Producer. なんか結構違いがあるような。そんなに違いはない。ちょっと今の話が多分自分の中で半分分かってるで、半分分かってないところがちょっとあって。なんか結局最初のイメージが、片岡たまこで。片岡玉子の絵は確かに実物としてあるんだけど、はい、そこに見えたイメージというのは自分の頭の中で想像した煮干しの山、あ、はい、魚の山でしょ、はい、でそれを頭の中のイメージのままそのまま描くんじゃなくって、あ、一回実際に作ってみて、うん、でそれを逆にそれをそのまま出すんではなくって、またもう一回平面にもう一回イメージを焼き直すっていう工程と、This is a demonstration of Ustream Producer. それがカビて、あ、ちょっと山に雪が降ったみたいになったものを採用しない。それは別にまあ心に響かなかったっていうのはあるのかもしれないけど。そうですね。そのなんかもう一つ、その煮干しを選んだ、This is a demonstration of Ustream Producer. 身近なものを見て、あの鮭の山の絵もそうだったんですけど、うん、あの DM のやつなんですけど、その今度、見たその絵を見てくれた人が鮭を食べるときに一瞬それを思い出すような、うん、情景が浮かんで欲しいっていうのもあったので、うん、一度煮干、イメージの中の煮干しではなくて、実物の煮干しを This is a demonstration of Ustream Producer. 観察する必要があった。そうですね。This is a demonstration of Ustream Producer. なったのはその煮干しを拡大して山にしてたけど、はい、大量の煮干し買ってきて、ちっちゃい山にそれっていうのは多分片岡玉子の絵から名称とは逆が、違う、片岡玉子さんの作品の山から出た煮干しじゃないんですけど、魚の顔はあの大きい顔だったので、大きい顔、小さい集まり
This is a demonstration of Ustream producer. 大きい大きい形になります。やっぱりその加藤かたまこの編集から受けたアイデアからそれを忠実に再現するためになんか煮干し選んで。なんで煮干しの？あ、煮干しを選んだのは身の回りにある。きらめきです。This is a demonstration of Ustream producer. 体は光ってないって言ってます。うん、そう。あ、はい。で、頭の部分だけが光ってて、あとこっから下ですかね。頭の取れるとこより下は黒い鱗になってて、そこがすごい山の白いところと。雪のところと自然の森の色っていうのと一致。This is a demonstration of Ustream producer. ですね。ニムシとの出会いとかって。ニムシとの出会いですか。スーパーで見かけたの。スーパーですね。スーパーで探してたので。だんだん前川君の興味がよくわかんない。鮭を食べてて山に見えたの。はい。鮭は朝ごはんに見えて鮭の箸でつまんだ形がすごい山っぽくて、そこから鮭と山です。誰か別の画家の作品が鮭に見えたとかっていうわけじゃない。それは違います。これは日常からです。逆にそういうなんか誰かの画家の絵を見てそういう風に発想したっていう他の作品はあるんですか。This is a demonstration of Ustream producer. あのポートフォリオにやってたね。人参さん。人参さんってやつなんですけど、人参の中にある、なんていうんだろうね。繊維？難しいんですけど、中心にある白い筋。ああ、なんかちょっと白っぽい。あ、そうです。あの輪っかみたいな部分が、光の五光のような形に見えたときは、This is a demonstration of Ustream producer. テンプラの画集とかをすごく見ていて、キリストとかのあの五光の光と人参の中にあるあの光の筋みたいなのが重なったってところは、他の作品から自分の作品に。つながった作品ですね。This is a demonstration of Ustream producer. にんじん食べてる時に気づいたって。This is a demonstration of Ustream producer.空腹時は多分敏感なんだと思います。いろんなことに。なのでなんか食べ物に見えないものも食べ物に見えちゃったりっていうのがあって。食べ物が多くなったのかなとはちょっと思ってます。This is a demonstration of Ustream producer. でも天ぷらの画集の時は人参を見た時に、つながったんで。画集を見てる時に人参を見つけた。じゃあちょっと逆に感じです。かもしれない。
This is a demonstration of Ustream Producer. またやりたいのは、またちょっと山関係のものまたやりたいなっていうのは。山関係で、これが、あ、そんな感じになるかなっていう感じでやっておけばなって。This is a demonstration of Ustream Producer. あ、最近大きいので描くことが楽しくなってきたので、小さい画面だと物足りなくなってきて大きくなっていった。This is a demonstration of Ustream Producer. マイカー君の話つまんなくなってきたから。まあ、そういう6人の This is a demonstration of Ustream Producer. いや、前川君がどうだったかまず言おうよ。じゃあ、まあ、大崎先生からこうちらっとこっそり聞いたのは、なんかこう副賞系の展覧会をやりたいっていうことを聞いてたんで、もうちょっとなんかこう本当に写真みたいなリアリズムの並ぶのかな。This is a demonstration of Ustream Producer. ペインタリーな要素を引っ掛けて描いてるところがなんか意外にとてもあったりし、それが逆に面白いなっていうのは感じました。その前にやってた、地下でやってた展示が結構写真がっつりリアルに描いてたんで、それとは別の This is a demonstration of Ustream Producer. むしろ前川君写真だもんね。写真だからね、プロジェクター使っても自分を殺して正確に再現するみたいなことをやってたから、まあ、なんかそこに変なギャップというか、なんかそこがあったのかもしれないし、そこがもしその、まあ、その差で面白いのかな。This is a demonstration of Ustream Producer. どういうモチーフを選んでるのかっていうのがすごい気になるところはあって、This is a demonstration of Ustream Producer. まず見るときに引っかかり、一番最初の引っかかりになるのかなと思って見てました。でもなんかその今日話を聞いていくと、もちろん引っかかりになっている部分もあるんですけど、もしかしたらそのモチーフじゃないところの方が大きいのかもなっていう、モチーフをきっかけに、なんだろう、自分が持ってる感覚というか、of Ustream Producer. そのモチーフが大事じゃない感じというか、モチーフはただの言い訳に過ぎないような感じっていうのが、むしろなんだろう、すごい積極的な人たちなのかなっていう感じが、特にこの6人の展示には感じました。だから多分
今は自己紹介しているかもしれないし、回を書いているかもしれないし、人を書いているかもしれないけれども、1ヶ月後には全然違う絵を描いている可能性があるのかなっていう。だからそのすごいモチーフにテーマを持ってるっていうことよりも、なんだろう、描くことを、見てそれをどう表現するか、何かを受け取ってそれをどう自分の中で還元していくかっていうことに、まあ気を張ってる人たちの展覧会だったのかなっていう感じがしました。かな。え、なんか録画してるとひどいこと言えないねと思いましたが、多分もっとできると思います。多分まだ、僕は絵を描いてないので何も言えないんですけど、もっと強い感覚っていうのが絶対あるのかなっていう感じもします。なんか、感じ、そういう触感というか、そういう自分なりのものをつかんでってるんだけど、まだその、まだもちろん若いし、これからっていうところもあると思うんですけど、それを本当につかみきってるかどうかっていうのはまだ見えてないのかなっていう。あまりモチーフのこう意味とかは考えずに、ペインタリーな歴史とかそういうところで今回の、作品は全く手に入れたんだけど、その表現がなんか本当に心地よいレベルまで上がってると思うUStream producerThis is a demonstration of Ustream producer. もしもーし。Demonstration of Ustream producer. どうぞ。はい。聞こえてます。大丈夫。This is a demonstration of Ustream producer. 申し訳なかったです。楽しみにしてたんですけどね。すいません。ということと、作品見ないで言うとだけで言ってしまうのもなんなんですけれども、皆さんの作品は多分現代美術ではなくって絵画であっていいんじゃないかなと思いました。以上です。質問とか何かありますか？This is a demonstration of Ustream producer. 一つ丁寧に聞いたので大丈夫かなと思います。はい、わかりました。すごい含みのある言葉を残して。いや、なんかあれなんだよね。なんか前川君世代ぐらいまでは、現代美術をやってたと思うんだよね、きっと。だけど、その下になると、もう
現代美術っていうものに魅力も感じていないし、興味もないし、This is a demonstration of Ustream producer. 私が今描きたいものを描いている、それが割と素直に出ているし、それで許される世代になっているのかなって思って、それがある意味カルチャーセンターのおばあちゃんたちが描いているのと同じなんだけど、それがすごくいいと私は思っていて、もう美術なんて美術業界なんてなくなってもいいと思っているので、そういうためにはまず This is a demonstration of Ustream producer. いいんじゃないのかなと思って、それを無意識的にかもしれないけど、ここの人たちは実行してるんじゃないかと。今後の美術を背負っていく人になるんじゃないかと思ったわけです。なるほど。以上です。では。ありがとうございました。This is a demonstration of Ustream producer. This is a demonstration of Ustream producer. どう思ってるんですか？This is a demonstration of Ustream producer. マイカー君は殺そうとしたの？殺そうとしてるんで、一応プロジェクター使ってるのか、今は多分本当に。でも筆で描いてんじゃん。筆で描いて、だからそこでどうしてもなんかコントロールしきれないものとか、まあ、でもそれは筆で描くっていう選択をしてる、自分を出そうとしてる選択でしょ。選択だし、完全に殺そうと思ったら、of Ustream producer。受かってとかするけど、多分そこのなんか。だからその点で殺そうとしてる。殺そうか、まあ、かどうかは微妙じゃない。殺す、まあ描いてるやり方自体は方法に従ってるから、本当にこう自分のストロークとかで描くわけじゃなくて、まあ正確に色を置いていくんだけど。まあ、その正確に色を置いていくっていう行為も自分の中でやっぱりリズムとか、まあ、手の動く範囲で。This is a demonstration of Ustream producer. 殺しきれないところが、まあ、にじみ出る。で、まあ、それが多分写真に、まあ、忠実に描こうとしてるけど、なんか写真じゃない何か、まあ、旨味みたいなものが出てくるんじゃないかなみたいなことで、まあ、予防再放して。コンセプトだけやるんだったら、まあ、プリンターで出力すれば。This is a demonstration of Ustream producer. 1日かけてやる作品が多分5分でできたりとかするんだけど、でもそうじゃない何かみたいな、なんか多分そのプリンターからで出力したものを、まあ、超えたいわけですよ、自分としては。そのためになんかそういう必要力さい行動みたいなことをしなきゃいけないのかなってのは個人的に思うところです。皆さんとかはどうですか？This is a demonstration of Ustream producer. ちょっとここからやってきたんだけど、自分を殺すとかじゃなくて、話がありましたっけ？
This is a demonstration of Ustream producer. 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 Demonstration of Ustream producer. イラッと来てますよ。よくはないと自分は思います。一緒に住んだと。そうですね。好きだからやってるっていうのはいいんですけど。This is a demonstration of Ustream producer. なんか、え？だからっておばあちゃんたちを否定するのもおかしいんですけど、なんでしょうね。のんびりやってるつもりもないですし、片手間でもないし。This is a demonstration of Ustream producer. This is a demonstration of Ustream producer. が違って、なんかそこが一緒にされたくない何か、
なのかなっていう。This is a demonstration of Ustream producer. そのおばあちゃんが同じように動画を書きたいからって言ったら多分それは一緒でもいいのかなって。おばあちゃんに言うのかな。動機によるのかなっていうのは。This is a demonstration of Ustream producer. その一括りじゃなくてカルチャーセンター。でもやっぱそういうなんでしょう。やっぱ志っていう抽象的なものになっちゃうんですか。どうしても。おばあちゃんが命かけてんのかっていう話。いや。なんかやっぱ自分はやっぱり目で判断する。This is a demonstration of Ustream producer. Yeah, 違います。いい、でも自分よりいいおばあちゃんもいるじゃないですか。てか、いや、なんでしょうね。じゃ全部を否定するわけでもないんですよね。カルチャーセンターに隠れると、なんかその中の一人の誰々さんっておばあちゃんじゃなくてなんかカルチャーセンターでピンクやったりきりまでいるから。This is a demonstration of Ustream producer. おばあちゃんっていい作品があったとしたら、東京芸大って言われてなんかかしこまるのとか、違うだろうみたいなことなんか見てるのかなって。東京芸大ってピンクやきりまでいるだろうみたいな。東京芸大とカルチャーセンターはそびえ立つ両巨頭。This is a demonstration of Ustream producer. くくんじゃねえよ。なんかやっぱできたものって、でもそういうのってやっぱ浅はかなんですかね。どういう思考を持ってどういうものを書いてどういうふうにことをしているかっていうものの結果、こういうものができたっていう、やっぱ結果とかそういうこと言っちゃうんですけど、っていう。This is a demonstration of Ustream producer. まあ少なくともカルチャーセンターのおばあちゃんはそういう話をしないと思う。多分。そうですね。そこじゃないかなとは思えば、もう。This is a demonstration of Ustream producer. なんだろう、そういう話をするかしないか。Ustream producer. カルチャーセンターには正解がありそうな気がするんだよね。先生が多いねって言ったらとか、何々会の入賞とか、わかんないけど、わかんないけど、なんかなんだろう、模範回答がありそうっていう、まあ完全にイメージだけどね。でも模範回答があるわけじゃないじゃん。This is a demonstration of Ustream producer. 回答知らねえよ。そうそうそう。なんで一緒にしてんだよ、回答あるやつとみたいな。って俺は思った。そうだしか、そっかない限りは。わかんないですね。難しくないな。難しくないです。
This is a demonstration of Ustream producer.This is a demonstration of Ustream producer. それがそのいわゆる現代アート、すいません、現代アート的なそういうコンテクストとかそういうものにガチガチになってないっていう意味でのそういうのとは違うのっていう川村さんの発言なんじゃないかなっていう気はするけどね。だからそれがじゃあそのカルチャーセンターと一緒かどうかっていう定義はまた置いといてるんですけど、それはあんまり同意できないけどまだもうちょっと違う問題がある気はするけど、でもまあなんだろういわゆる現代アート的なよくわからん話をしてるのね、あなたたちみたいな感じの。This is a demonstration of Ustream producer. わからないわ。バカじゃないのみたいな。前川君そうなの。よくわかんない話をしてなんかそれを踏まえて作品作ろうとする人は多分カルチャーセンターに行かないよなっていう。This is a demonstration of Ustream producer. そうか。投じたね。なんかそれで思ったなんかやっぱりその絵画をやってれば現代美術のデモンストレーションのユースリープロデューサーがやっぱりそのカルチャーセンターでやってることと僕らがやってることがなんか地続きにならない理由がやっぱりその絵画っていうことをやってれば現代美術になるかっていうとそうじゃないっていう確かに多分理由があるんで、そのそれが何かっていうのはやっぱりさっき出てきたその現代美術をやるぞっていうのがその意気込みとか生き返りやったりと か, なんかそういうものがやっぱりあるのかなって。じゃあ現代美術のなんかそ の, の理由になるような This is a demonstration of Ustream producer. 何なのかっていうと、なんかそこになんかその例えばですけど、やっぱりそのやっぱり普通の人からしたらやっぱりよくわからない世界で、よくわからない世界はよくわからない世界で、別に現代美術だけじゃなくて、あの例えばその味の世界であったりとか、そのだろう、例えばその食べ物とかワインとかだったらそのあのちゃんと美味しいワインがあるっていう、その美味しいワインは値段によって決まるんではなくて、確かにそのソムリエにちゃんと修行した人が、あのこれは美味しいワインだっていう風になって、それが美味しいワインだって分かる。で結局その人は勉強したから、まあ、その味が分かるようになったわけで、ということはやっぱりそのそれが勉強したからその良さが分かるっていう。で美術も同じようなので、ただ同じようにワインを飲んでる人が違うのはワインについて勉強してるから、ただ絵画をやってる人と違うのは絵画について勉強して何がいい絵画かっていうのをちゃんと勉強してるから、でいいものがそうではない、ね、ちゃんとしてるから現代美術として名乗ることができるんだって。でそれはやっぱりその世界 の, その例えばそのニューヨークであったりとかそのロサンゼルスであったりとか、そういうところでなんか実際に活躍している人がどういうことを言いながらどんな作品を作っているのかとか、そういうこともやっぱりもちろん重要になってくると思いますし、誰がやっているかとか、例えばその
This is a demonstration of Ustream producer.気合いですけど気合いでございます。気合いですね。失礼いたしました。シルー。 This is a demonstration of Ustream producer。 今の話について考えると、もしかしたら現代美術を本当に勉強したキュレーターみたいな人が患者センターのおばあちゃんの作品をこうキュレーションして展示をやったら、なんかそれは現代美術になるのかなあっていう。だからなんだろう、なんか言われるのかなって。患者 This is a demonstration of Ustream producer。 言えないけど、キュレーターの数が足りないからと使い方があるのは。現代美術って何なんだろう。現代美術って何なんだろう。多分ジャンルで捉えるなんかこう時間軸で捉えるさ。え、ジャンルで捉えたらどうなの。ジャンルで捉えたら This is a demonstration of Ustream producer。 歴史を踏まえてるよね。まだコンセプチュアルアートなの。まだということその質問。いや、わかんない。結構だいぶ登場してから時間経つじゃないですか、コンセプチュアルアートが。その前はだって抽象表現主義だったり印象派だったり。This is a demonstration of Ustream producer。 ジャンルとしての現代美術は何で成り立ってるんですかね、今の。でも少なくとも表面性だけではないのは間違いないよね。表面性じゃなくて、多分なんか歴史のつながりで、まあ、何か歴史の過去にあった作品を踏まえて、なんか作品を作って、でそれを説明しなきゃいけないみたいな。でその説明するのは、まあ、作品だったり、This is a demonstration of Ustream producer。美術館関係者だったりするかもしれないけど、何らかの過去とのつながりを意識して、それを踏まえて何か作品を作ってるのかな。まあ、その作家本人が作ってるのか、共犯関係のキュレーターがそれを演出してるのか。本当にたまたま女性兵で生まれたけど、それをまあ、多分女性兵で生まれた。This is a demonstration of Ustream producer。で書いてると思ってても、なんか絶対過去を引きずるわけ、まあ、過去の歴史から、まあ、その引きずるわけで、それをうまく説明できたらそれが現代美術のジャンルになるのかな。つまり何かしらその人が作る作品の、うん、This is a demonstration of Ustream producer。 っていう意義を作り出さない限り現代美術には入り込めないっていうことかなっていうのはちょっと感じる。それが作家が言うかもしれないし、キュレーターが言うかもしれないし、評論家が言うかもしれないし、でも何かしらそのそういった文脈だったり、そういうなんだ文章っていうものが現代美術を名乗る上では必要になってくる。This is a demonstration of Ustream producer。 テキストは必要なのかなって。そこの一つの見方っていうか、ロリックっていうのは、そうですね、それをするかしないか、したいと思うか、必要だと思うか、
This is a demonstration of Ustream Producer.This is a demonstration of Ustream Producer.This is a demonstration of Ustream Producer.でも別にそれをやりたいがためにやってるわけじゃない。っていう感じが苦しい。This is a demonstration of Ustream Producer.君、前川君、時代としての現代アートだとどうなんですか？それドツボにハマってくる。This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer.This is a demonstration of Ustream Producer.じゃあ何年かしたらフレームに語られなきゃいけない。何年かっていうのはでもそれは どういう時間のスパンなのかは、うん、もしかしたら現代だと早くなってるかもしれない。This is a demonstration of Ustream Producer. なんか千年単位で考えなきゃいけない。こうなんか旧世時代の美術っていうぐらいまで時代が過ぎなきゃダメだったりとか、それはちょっと今。あの頃は地球ってのがあってなっていう話。日本って大陸があった国があったんだけどさ、あいつらはな、日本
それ生きてる方は全然楽しくないな。 This is a demonstration of Ustream producer。This is a demonstration of Ustream producer.誰一人知らねえ。誰一人知らねえ。この人誰なんだろうっていうものの親戚だったりするから、なんか、なんだろうな、今目立つ。で最近の若手なんとかっていうと、そういうふうなのが、勝手に思ってます。そうなんですけど、でもそれを批判してるわけではないけど、なんか、This is a demonstration of Ustream producer.河村るみもいつもいい映画みたいって言ってる。あれ、ルミさんが好きなのってなんだっけ？モランディ？なんだっけ？モランディ好きって言ったの？モランディ好き。This is a demonstration of Ustream producer. This is a demonstration of Ustream producer.This is a demonstration of Ustream producer.Of Ustream producer.Demonstration of Ustream producer. 全世界の人がいいと思ってるの。でもいます？いない。ただ、でも多くの人が、多くの人がいいと思ってる。じゃあそのどれだけ多くの人にいいと思ってもらえるかっていうことが評価の対象。てかその、
This is a demonstration of Ustream producer. こういうことをして、This is a demonstration of Ustream producer.もうすぐ2時間半が経ちますね。いや、多分ね、あの川村さんの一言によって1時間ぐらいの長引いたので、まあ、どうでしょう。最後に一言ずつ、あの川村さんへの文句を言って終わりましょうか。最初からやべえ。This is a demonstration of Ustream producer.それか、あの全世界に発信したいこと。私は今回初めて学外での展示だったんで、This is a demonstration of Ustream producer. なんかいろいろな学校だとやっぱり学校内の人としか交流が取れないので、それ以外の人と交流が取れるように毎日在路してたんですけど、なんかそれが結構いい経験になったなと思いました。コミュニケーション能力が上がった。はい、上がりました。 This is a demonstration of Ustream producer. 無事あのこうキャプションとかもスムーズに渡せるよ。お茶も、あ、でもいいタイミングで出せるように人が見てる時はちょっとスッと身を寄せといて、スッと行く、スッと行くとか。でも感想っていうか、もう自分のできたことみたいになっちゃったんですけど。This is a demonstration of Ustream producer. あの次は私、あ、展覧会の感想言いますね。すごくいい展覧会で、とっても嬉しかったです。自分としてはなんかいろんな人にこうやって来てもらったりとか、いろんな人に見てもらえたり、あとなんかこうやって上級生の人と、なんか加藤さんなんか特になんかファンだったんですよ。ファン、はい、あの修了展で見て、すごい素敵な絵描くなと思ってた人と、そういうのができるって聞いて、あ、すごく嬉しくて。 This is a demonstration of Ustream producer.じゃあもうまぶたチーム、まぶたチームが通じないか。でもすごくいい研究になりました。はい。そんな感じです。で、何回やって、あの先輩方とか、あのいつも勉強してる人、2人と一緒に。 This is a demonstration of Ustream producerしなきゃいけないっていうか、その社会の問題とかつながってたりとか、その現代の問題に、あの問題定義してるっていうか、社会とつながってないといけないんじゃないかっていう、そういう正解があるのかなってちょっと思ってたところがあったんです。
This is a demonstration of Ustream producer. 自分の書きたいものかっていうか、そういうあり方もあるんだなっていうのをちょっと後半で思って思いました。そうです。ありがとうございます。なんか長々とクソユラのことを言ってしまい、すいませんでした。全然悪くないと思います。ありがとうございます。This is a demonstration of Ustream producer. 離れていた時期があったんですけど、まあ、今回こういった機会をいただいて、ちょっと久々に向き合った期間があったので、まあ、本当に今後も、また先ほどの川村さんのその答えとか反論とか、そういう意見はなかなかまだ今の時点で出せないですけど、まあ、今後ちょっと絵を描くのはやめないで、まずまたいろいろ自分の This is a demonstration of Ustream producer. いいなと思いました。はい、以上です。最後に、はい、では皆さん、見に来ていただいた方、話を聞いてくださっている方、本当にありがとうございます。素晴らしい。もうなんか6人を見てて、多分いろいろ This is a demonstration of Ustream producer. 一人が一人として成立することが、まあ、答えというかバリエーションの一つとしてあるのかもしれないというふうに私が少し思っているところがあります。でも私も最終的にはいい絵を描きたいと思っているので、そういう時にこう何かをThis is a demonstration of Ustream producer. 私は書きたいけど、それはそれができて、自分ができてないこともよく分かっているので、それはこれからの時間の重ねていくの問題だと思うので、この件に関してはもう。This is a demonstration of Ustream producer. ありがとうございました。よろしくお願いします。もう一度この6名の大分さん、加藤さん、桑田さん、近藤さん、島口さん、宮村さん、6名の方で、お送りいたしました、戦争部たち。本日にてこれにて終了です。というわけで、ぜひまたいろいろな場所でこの6名の方 の展示を多分いろんな場所で見ることになると思いますので、ぜひこれからもこの6名の方をぜひ注目してご覧いただければ幸いです。というわけで、本当に2時間半過ぎましたが、長い間多分ずっと見てる方いないと思いますので、またアーカイブで録画してありますので、自分の反省用にもまた見てください。というわけで、長い間、お付き合いありがとうございました。ではもう一度6名の方に拍手をお願いいたします。ありがとうございます。前川君、最後あれやらないと。そうだね、この番組の恒例の終わり方で、はい、右手を落としてこうやってで知ってる人知ってる人流れで番組を締めることをやってるので、はい、それを皆さんにやっていただきます。あ、ぜひ皆さんギャラリーの方もあのUstream producer こうやってサーチ4っていうサーチ4って僕が表示するので、サーチ4でいきます。はい、ちゃんとカメラそっち向きますんで、4は僕らもあーっと言ってくれると4でます。サーチで言って4であげます。この番組で締めで毎回いろんな作家さんにやってもらってるので、ぜひお願いします。
This is a demonstration of Ustream producer. さち4ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。